いうように言われてまして、僕最近畑山幸雄さんがすごくいろんな発信されてるので一気に紹介したいと思います。で、こちら。安倍前総理の、安倍前そうですね。安倍元総理の台湾有事は日本有事で、日米同盟有事発言は四国を怒らせただけでなく、米国を困惑させた。米国は台湾有事でも台湾を防衛する義務はないと言っているからだ。さらに、尖閣は日本領発言を繰り返す安倍氏に、台湾すら怒っていると聞く。台湾すらもだ。こんな下手な外交をしたら日本は孤立するばかりだ。というふうに言われていたり、こちら。林芳正外相が四国から訪中の寄せを受けたことに対して、自民党の佐藤外交部会長が間違ったメッセージを出すから行くなと釘を刺した。これは自信の差の裏返しなのだろう。意見の相違がある時こそ指導者同士があって、意思疎通を図るのが外交である。近平主席の来日も実現させたら良いではないかというふうに言っておられますね。で、こちら。米政府は北京冬季五輪に政府関係者らを派遣しない外交的ボイコットを決めた。国内の人気取りに流されて価値観の違いをことさらに強調し、対立を煽るのは完全な間違い。日本政府は日米同盟を盾に追従してはならない。今こそ価値観の違いを乗り越えた共存外交の道を世界に示すべきだ。で、こちら、三木真一郎さんのツイートです。畑山幸雄さんは12月6日開催の四国国際会議にオンラインで参加し、世界経済の回復をリードする四国の積極的な役割を高く評価した。四国は世界経済の回復に主導的な役割を果たしてきた。個人的な経験から、広東、香港、マカオの大沿岸地域は東京沿岸地域より発展すると思います。変わらず CCP 持ち上げすごいな。畑山幸雄さんは日本の国益や尊厳よりも自身の利益と四国での人気のことしか考えてないなというふうに三木真一郎さんは言われています。一気にバーッと紹介させていただきましたが、ねえ、すごい発言をされてるなというふうに改めて思いましたね。で、こちら。このテーマでこの人選、Why Japanese People というふうに言われているんですが、こちら。女性と政治第2回、日本のおじさん政治の現状と課題というふうな講演の中で前川喜平さんが講演されるみたいですね。で、この方がこのテーマでこの人選っていうびっくりされていらっしゃいますね。で、こちら、川田さんのツイートです。四国の意向を受け、敵基地攻撃能力保有に反対の公明山口代表、岸田首相が所信表明演説で政府として検討するとしたことに、敵基地攻撃に対する態度が軟化したのではないかと記者に質問され、言葉尻で決めつけはやめなさいと激怒。CCP だけでなく山口氏も追い詰められてきたというふうに言われています。なんかちょっと急に質問に激怒されたというふうなことが言われてきまして、ちょっとびっくりしましたよね。で、こちら。これも昨日の番組の中で安倍元総理がですね、日本が前線、安倍元総理、米ソ冷戦では前線は欧州で盾は NATO、それがアジアに移り刺さるのは日米同盟、それで平和安全法制で日米同盟を強化、日米豪印の協力、さらにイギリス、フランス、オランダ等とも連携。米国もコミットしているが、前線の日本が努力してこそみんなが入ってきてくれる。この認識広まってっていうふうに言われていますね。この認識がまだまだ広がってないのが日本のやばいところですよね。で、こちら。敵基地攻撃能力。安倍晋三元総理大臣。例えば NK 国がミサイル発射し、日本に着弾。第2、第3を避けるために米国に頼み、F16 が爆弾を積んで攻撃に行く。米国が一緒に行こうと、それはいけませんとなったら、なぜ米国の若者だけがとなる。一緒に行って攻撃力を行使する。できないという答えはありえないというふうに、土星論を言われていますね。で、こちら。自民、和田政宗議員が、今後、毎日新聞社の取材は一切受けませんと怒りのツイートというふうに言われていまして、どういうことかと言いますと、こちら。武蔵野市住民投票条例案撤回を、街頭演説後、毎日新聞、後藤記者に脅迫的取材を受けた。次の活動予定があるので書面でと依頼したが、必要にカメラを向け追いすがり、カメラが私の顔にぶつかる勢いに。毎日の公式回答は通常の取材の範囲。一般の方であれば PTSD になるような恐怖を感じる取材。このような脅迫的取材を通常の取材の範囲とする回答はジャーナリズム出身者としては共有できません。毎日新聞社はジャーナリズムではないと考えますので、今後毎日新聞社の取材は一切受けません。たとえ公人としても後藤記者の脅迫的取材は全く許容できない。皆さんはどう思いますかというふうに言われていますね。これ本当大問題ですね。ぜひ今度のマンデーバスターズでもいろいろ聞きたいなと思いますね。で、吉田浩一郎さんがこのようにおっしゃってます。毎日新聞は外国のための日本人兵新聞、あえて兵って言いますね。兵新聞だと。日本人兵の新聞だというふうに言われていますね。で、こちら。武蔵野市の住民投票条例案住民投票で外国人と日本人を区別せずに投票権を認める条例。これを必死で通そうと動いている記者、活動家はこういう怖い方々だということでしょうか。演説を妨害したのもひどかったけれど、そういうことが通常である日本にしたくないですね、というように言われていますね。で、こちら。LINE の個人情報漏洩問題。警告企業の従業員が個人としてデータを送信したのが原因。ネットの反応。わざとじゃね、日本人が被害を受けるだけだから問題ないと思ってるんだろうというふうに言われていまして、これ大問題ですよね。で、こちら。川田さんのツイートです。7月から9月、GDP は年率換算で伸び率マイナス 3.6%、GDP の半分以上を占める個人消費が前3ヶ月に比べマイナス 1.3%、公共投資マイナス 2.0%、今後は総裁選の公約を保護にした財務省の言いなり政権で、さらに消費意欲減退へ。日本だけは流行り病からの V 字回復は無理。官僚統制国会の逆戻りを国民は許すのかというふうに言われていますね。今こういう現状なんですね。で、こちら。川田さんのツイートです。片山元鳥取県知事が国がクーポンにこだわるわけを、私も役人でしたが、財務省、昔の大蔵省は自分がしたくないことをするのがすごい嫌。政治的に押し付けられるときは何か嫌がらせをやる。使い勝手を悪くするんです。と、今時財務官僚の言いなり政権を選んだのだから、致し方なしというふうに言われていまして、なんか、いろんな政党のなんちゃらとかも、このクーポンにはあるのかなと思ったんですが、財務省のことも関連している可能性があるということですかね。で、こちら。10万円一括給付想定せず、松野官房長官というふうに言われていまして、一括給付する案が一部の地方自治体から出ていることについて、現金とクーポンはそれぞれ別の給付措置、現金一括で同時に支給することは想定していないとして、再考を促したというふうに言われております。で、こちら、10万円給付の全額現金での対応、首相も容認、自治体の実情に応じというふうに言われていまして、首相は、今日ですね、今日のこの時間ではこのようにおっしゃったというふうに言われていますね。はい、ほんの2時間ぐらいの違いの記事ですが、このようなことも言われているようで、これどうなるのか、ちょっと引き続き様子を見たいと思っております。で、こちら、和田さんのツイートです。松井一郎大阪市長は現金と5万円クーポンに分けた18歳以下への給付に、クーポンは準備に膨大な時間や多額のコストがかかり現実的でない。財政調整基金で立て替えてでもやる。1回で作業が済むと全額現金とする意向を表明。追従自治体は続出だろう。天下の愚策に国民も呆れるというふうに言われていますね。で、こちら。ピストラさんのついてです。もうつまみ出せよ。ですね。もうつまみ出せよ。茂木幹事長、この臨時国会前10月の総選挙で自民党は絶対安定多数261議席を獲得することができました。ギャーギャー。ヤジがすごかったってことですね。選挙の結果を発表しただけで、ブチ切れてヤジというふうに言われています。すごいですね。で、こちら。岸田総理、COP26 である首相が、心臓は国政選挙6連勝、自分はその秘訣を教えてもらったと話していた。私はまだその秘訣を聞いていないわけですが、わらわらわらと。で、安倍元総理がですね、番組の中で、私同期で28年の付き合いですが、今まで聞いた中で一番面白いジョーク。反町さんたち、現場のキャスターさんたちですね、わらわらわらってなってまして、この番組の中で、昨日の番組の中で、このようにですね、岸田総理がこのようなジョークを言ったのを紹介されて、安倍元総理がこのようにおっしゃって、面白かったっていうツイートですね。で、こちら、二度あることは、反町氏、派閥の領主になったということはもう一回どうすか。これ、元首相になることっていうことですよね。安倍元総理、そんなことは誰も考えてませんし、私たちのグループにもたくさんの候補者がいます。名前を言うと揉めるので、あえて名前を言いませんが、そういう皆さんを後押ししていきたい。というふうに言われていまして、裏方に回るということを、ここでは言われていますね。で、こちら。麻生氏、安倍氏との軋轢避ける考え、財政政策の方向性めぐりというふうに言われております。自民党の麻生太郎副総裁は7日、党の財政健全化推進本部の役員会で党内で、安倍麻生は近頃面白くないというか、そういった報道機関の方々の餌になるのは断固避けねばならんと述べた。麻生氏は推進本部の最高顧問についたが、積極財政派が中心の財政政策検討本部の最高顧問には安倍晋三元首相が就任した。安倍氏との軋轢を避けるべきだとの考えを示したというふうに言われていますね。このお二人は盟友というふうに聞いているんで、喧嘩することはないと思いますが、ちょっと気になるところではありますよね。で、こちら。求心力低下、岸田首相も絡む安倍包囲網の成否、最強のキングメーカー狙いに渦巻く警戒心というふうなことが言われております。まあ、メディアはこのようにですね、安倍包囲網、高市包囲網というふうに書きたがるようなところもあると思いますので、どうかわかりませんが、とにかくでも、安倍元総理の発信力、または存在感というのはますます増している感じはすごくしますよね。で、最後にこちら。シーコックウォッチ、安倍氏の台湾有事発言に異例の強硬対応、シーコック高官、火遊びでこういうことだというふうに言われてますね。はい、これはかなり異例のことだということを、今日の記事ですよね。今日の記事で改めて、このように言われていましたので、ちょっと改めて紹介させていただきました。主要公式メディアが安倍氏を名指しで批判するなど強硬な対応を示した。日本の政府高官でない政治家の言動について、シーコックがこれほど大げさな抗議をするのは異例だというふうに言われておりますね。はい。やっぱり、それだけ痛い発言だったということなんですかね。さすが安倍元総理だなというふうに思いました。はい。というわけで、皆さんここまでいかがだったでしょうか。ぜひ皆様のご意見などございましたら教えていただけましたら幸いでございます。というわけで、ここから先は、メンバーシップとプレミアメンバーシップ両方の皆様に向けてのコンテンツになります。レベル1、レベル2両方の皆様に向けてのコンテンツですね。ここから先は一般公開では扱いにくいような情報も含めて紹介させていただきたいと思います。一般視聴者様はここまでです。ありがとうございました。というわけで、他にもたくさん紹介したいんですが、本日は以上です。本日もありがとうございました。チャンネル登録にクリック、コメント登録よろしくお願いいたします。それではまた。推進スタッフ T のつぶやきというわけで、今日もつぶやいてみたいと思うんですが、もう今日は眠くて仕方ありませんでした。早く寝ます。皆さんも早く寝ましょう。早く寝ましょうとか、はい。すいません、早く寝ます。というわけで、本日もありがとうございました。それではまた。何の報告やったやつ。通信、最後はやっぱり、もう一度動画で終わりたいと思います。本日はこちら。猫のジャンプに憧れて飛んでみようとするも、全然届かないアライグマ。というわけで、ちょっと見てみましょう。はい。というわけでいかがでしょうか。めちゃくちゃ可愛いですね。はい。なんかまるで自分を見ているかのように可愛いなと思いました。なんで自分の可愛い歌ねって感じですね。はい。スタッフ T は全然可愛くありません。というわけで本日もありがとうございました。それではまた。